さてそんなわけで今回は前回に引き続いて引き続いちゃいましたね、はい、4部解説ジョジョのキムの冒険4部を解説していきましょう。新章突入、はい、ダイヤモンド砕けねえ今回読みましたよ4部。びっくりしました。あ、びっくり。どうした？それはどういったことに？びっくりするぐらい面白いなこの回。おもう荒木裕彦の中には何もないと思っていたのに、うん、3部で完結だと思ってたのに、うん、絞り切ったとは絞り切ったと思ったのにまだあったまだあった。おあれじゃすごいなと思った。私がどういうところに驚いたのかっていうのをちょっともうね、うん、本当に一個一個解説していきます、うん、いくつもあるんですこれは。そもそもなんで4部を始めたのかっていうと、うん、荒木さんのスタンドのアイデアが余ってたらしいんだよ。ストックがいっぱいあったんだよ。もったいねえと。荒木さんは実は四部的な街の中にいる殺人鬼っていうのを敵にした漫画を次回作で書きたいなと思ったんだよ。ジョジョとはまた別で。ジョジョとは別で、3部が終わった後、別の作品として書きたいなと思ったんだけど、でもこれジョジョとやればよくねって言って。ああ。スタンド余ってるし。って言って。なるほどね、みたいな。やればいいじゃん。全然できんじゃん。全然できんじゃんって言って。パッケージングで。はい。だから、よし、続けよう。俺もう、いろんなテーマ、すべてのテーマをジョジョの中でやっていこうっていう、うん、なるほど、気概が生まれてるんですね。なるほどね。だからあの後ろに見える、はい、単行本の背表紙、はい、今回からつながってますね。あ、本当ですね。今回からドラゴンボール形式になってますね。本当だ。四部からあのドラゴンボール形式になってるんですけど、これはもう荒木さんが俺はジョジョを書き続けるぜっていう気概の表れだと僕は思います。だってあれ。あのつなぎ絵がさ、五巻とかで止まっちゃったらちょっとしょぼいじゃん。しょぼい。そうね。あれはドンってやるから。うん、長く続けるからこそのインパクト、うん、だし4部始まって、うん、打ち切りにはなさせねえぞっていうもう俺もう、うん、あと引けねえからっていう。始めちゃったからね。始めちゃったから集英社よ。もう俺を切れんぞ。切れんぞ。なるほどね。時はパート。まああのダイヤモンドは砕けないっていうのはどういうものなのかっていうと、うん、まあ概要ざっくりこんな感じ、はい、うん、92年から95年で連載がされていました、主人公は東方丈介ですね、うん、で架空の町森王町を舞台に町にその殺人鬼を探すっていうのが大元、うん、まあ主軸になっている話ですね、うん、まあこれはあの以前から興味があったモダンホラーっていうものに全体のテイストを変えています明らかに、うん、でこのモダンホラーっていうのはもともとビーティーの頃から興味があった、うん、ビーティーそれだ、うん、原点回帰っていう。なるほどなるほど、うん、でそれを証拠にビーティーでは語り部となるそのビーティーの友達がいるんですけど、うん、そいつの名前は光一くんです。あ、あのちっちゃい子ですね。光一くんですね、はい、で4部も光一くんの語りから始まります。うん、原点回帰だと。そういうことか。でまあ今作のジャンルになっているモダンホラーっていうのはざっくりどういうものなのかっていうと、うん、現実的な世界を舞台に他者に対する不条理を描く、うんうんうん、他人っていうのは不条理なんだと、うん、何があるか分かんねえんだとね。青信号だっつってて渡った、渡ってその待ってる車が突っ込んでくるか来ないかなんて分からないじゃんか。そんなことは、うん、半分の確率来るか来ないかなんて、うんうん、で来てしまったらそれはもう不条理なんで俺らでは逃げようがないんだよ、うんうん、っていうことを描いてるのがモダンホラーです、うんうんうん、でまあ3部まででもちょこ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 この要素入ってんだけど、うん、まあでも基本的には少年漫画の王道的なデフォルメがされている、うん、やっぱ冒険者って冒険者ある意味スパイスとして入れてるだけ。そうスパイスとして入れてるだけ、うん、でまあもう BT の頃からそのジャンルにね系統はしてるんだけどなかなかねやっぱできないと、うん、で今回もうまたあの九段の先生を、うん、はい荒木さんは参考にしてます。あ、彼です。またかーい。ホラーの帝王スティーブン・キングです。そもそもモダンホラーっていうのを作ったのは彼だからね。そうですね。うん、まあ何回お前こいつをオマージュすれば気が済むんだっていうぐらいオマージュしてるんだよ、荒木さんが。うん、じゃあこの4部っていうのはその少年漫画的な今までやった少年漫画的なデフォルメっていうのを、うんうん、薄めて、うん、何をやろうとしてるのかというと、これもまたキングの呪われた街をやろうとしてるんですね。街を舞台、一つの街を舞台に吸血鬼によって崩壊していく街を描いているんですね。もうこれをやりたいと、うん、やりたくてしょうがないんだ俺はと。ジョジョじゃないか、ジョジョじゃないかって。なんだけどモダンホラーっていうのは、まあ、まず起こってそもそも日が浅い。それまではゴシックホラーってやつなんだよ、うん、怪奇物なちょっとした、うん、あなんだっけ、包帯とか、フランケンシュタインか、フランケンじゃないよ、アインシュタインじゃない、うん、で核になる日常描写、はい、日常描写が核なんだよモダンホラーって、うん、それなんでかっていうと
あ、この登場人物たちも俺たちと同じような生活を送ってんだな、うんうんうん、あれ俺の隣に住んでるやつももしかしたら殺人鬼なのかもしれないって思わせられなかったらもう終わりなんだよ、うんうん、モダンホラーとしては成立しないんで、いかに読者とこう近づけるか、近づけるかっていう世界観を、そう、ただキングはアメリカ人なんだよ、うん、はいはいはい、アメリカを舞台にしてるから日本人が読んでもピンとこないんだよ、そうだ、ね、文化が違うからピンとこない、うん、ピエロを分けてきても怖、なんかあんまり分かんない、分かんない、そう、家もそんな広くない、そうない、荒木さんはこのジャンルが好きなんだけど、うん、浸透してないから日本で人気にならないんだよ、うん、だから別の路線を考えることになって、うん、究極の生物とは何なのかとかわけわかんない方向に行く、うんうん、ただただよ、この時代荒木宏一君に追い風が吹いている、おら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 、お時代が変わったんです、今では追い風が吹いている、荒、うん、木さんもこう確信したのこの時、うん、それはなぜかツインピークスが社会現象になってたんだよこの時日本で、きたツインピークス本当にこれ流行ってるらしいですからね当時、うん、へアメリカのドラマです、うん、アメリカの、まあ、海外ドラマで、まあ、24とかが流行る前よりももっと前なんだよ、うん、90何年1年とかに、うん、ワウワウでやってたやつが大ブレイクして、当時あのこのロケ地に行こうっていうツアーも組まれたものだったんだよ、うん、おーすごい、一挙放送めちゃくちゃやってたらしい、やってたらしいです、うん、で、まあどういう話なのかっていうと、カナダとアメリカの国境境にあるツインピークスっていう架空の街を舞台にして、うんうん、群像劇なんで、うん、で、まあ、町の人気者ローラ・パーマー、このうっすら映ってるこの女性です、はいはい、この女性が殺された事件を謎を追うミステリーサスペンス、世界一美しい死体と言われてね、そう、そうです、で、これを中心にローラが殺されたことによって町の中でいろんな変化が起きている、なるほど、例えばローラと仲のいい男の子と仲のいい女の子、うん、三角関係ですよ、うん、ギスギスしちゃってるわけですよ、そうそうそう、でローラが死んだ瞬間に残った二人がブッチューみたいなまあ彼女が死んだことによって起こった出来事っていうのを同時進行的に見せていくんだよ、うん、だから誰に殺されたんだ、なんで死んだんだっていう謎を追っていくのと同時に、その町の人間たちがどういう生活を送ってるのかっていうのも描写していく、うん、でこれのね内容がものすごい多種にわたるんだよ、うん、社会問題、メロドラマ、で、コメディもあるんだよ。コメディも入ってる。コントも入ってる。あのね、すごいんだよね、6割ぐらいコントだよ。このドラマって。うん、だって、あの、カエル・クーパーとか、捜査員なんだけど、うん、なんか、夢占いとか信じて捜査したなんか、石を投げて当たったところみたいな。そう。僕の夢では、こういうお告げがあった、つってて。で、この3つに絞られると、私は今考えている。じゃあ、この3つの中で誰が当たりなのか。石投げよう。石投げよう、つってて。で、それをみんな信じていくんだよ。ってな感じで、うん、まあ途中でこう、まあメロドラマとコメディも含めるし、うん、まああと親子の問題っていうのも確実に入ってきてる、うん、であと土地の売買をめぐるビジネス的な駆け引き、そう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 、とかあと未成年の性道徳、うん、性が乱れてますよ、うん、本当に、でドラッグの氾濫、はいはいはい、もう薬中になってる女の子出てくるから、うん、途中で、うん、でこのいろんなものをぐっちゃぐちゃにして、その果てに何があるのかというと、うん、心霊信仰による超常現象なんか最後スピリチュアルは最後はドスピリチュアルなのよ、そう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 、こんなまとまるわけないやんって思うんだけど、これをまとめきってる天才がいるんだよ、そいつがカルトの帝王デビッド・リンチだよ、なるほど、この人が監督なんですね、はい、で荒木さんは間違いなくデビッド・リンチは好きなんだよ、うん、俺ちょっと今日持ってくるの忘れちゃったけど、うん、前からずっと見せてるあの荒木宏彦ホラー映画論ってやつあるじゃん、あれまあ一人一人の作家とか、うん、一つ一つの映画っていうのを各セクションごとに紹介していくんだけど、うん、最後に紹介するケツの部分で誰紹介してるのかっていうと、こいつを紹介します、デビッド・リンチを紹介します、まあそれまでにも、まあ、イレーザーヘッドも、うん、エレファントマンも、もう元にしてオマージュしてるんだよね、うん、で何と言ってもやっぱブルーベルベット、うん、これツインピークス作る前に、デビッド・リンチが監督した作品なんだけど、これは街の中にいる異常性欲を持った殺人鬼っていうのをモチーフにしてます、うんうん、吉影ですよ、うん、そうそう、原型になってるこれ元祖吉影です、これが、うん、これがね、このツインピークスが大ヒットするんだったら、俺の漫画だと売れたっておかしくねえだろうと思った、いける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 って言って作ってるんです、ああなるほど、うん、でそれでもう今回は俺ツインピークスやるからねっていうのをメッセージとして荒木さん残してます、おう4分、はい、最初の敵、はい、名前はアンジェロって言います、はい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 、でこのツインピークスの音楽を担当してる方、うん、アンジェロ・バタラメンティという人です、おー、ドゥンドゥンドゥン、荒木さんも言ってます、アンジェロで
今回はツインピークスですと。時はパート。ツインピークスに目をつけるのは非常にセンスがいい。なんでかというと、ツインピークスは実はものすごく漫画と相性がいいです。ああ、なるほど。はい。なぜかっていうと、とにかくキャラクターがクセ強いんだよ、全員。まあ、例えば、主人公のクーパー捜査官っていうのは、テープレコーダー、当時テープレコーダーだからね、に対して喋りかけます。ダイアンって言って、ダイアン、今午前2時30分。先ほど昼食を済ませた。WR のチェリーパイは最高だった。君も一度食べてみるといいとか。いちいち報告してんだよ。いちいちね、テープレコーダーに報告してんだよ。無線にしてるわけではなく。そう。で、それがなんでなのかっていうのは、もうずーっと語られないんだよ。なんでっていうのはわかんない。あとね、その丸太おばさんっていうのが。丸太を抱えながら、街の中をカッポしてんだよ。例えば、あの、ダイナーで隣に座ったおじさんに対して、丸太が。あなたに話したいことがあるそうです。で、そうですかと。あなたは丸太に会ったことがあったかしら。まだ私は紹介してもらっていませんね。私が翻訳してあげるから、ちゃんとお聞きみたいな。やばいんだ。くせつえ。例えばそう、ローラを殺され、ローラの父親のリーランドってやつがいるんだけど、そいつも悲しみに暮れるあまり、ディスコに行って音楽がかかって、あの、踊り出しちゃうんだよ、そうやって。一人でだよ。一人で踊って、で、誰か踊ってくださいって言って、そのままエンディングになって。そのままエンディングになって、あの、偶然居合わせた保安官たちに、リーランド、大丈夫だからって言って、連れ去られて、その回終わるっていう。めちゃくちゃ。癖強すぎるんだよ。確かに。で、これを実写でやるのは非常に難しい、塩梅として。モノホンの人間がいじるのは非常に難しいんだけど、漫画であれば OK なんだよ。だから、ジョジョのキャラは癖が強くてもなんか許せるでしょ。で、また、この4部からのキャラクターの作り方がすっごいツインピークスっぽいんだよ。で、もう一個、ツインピークスを構成する非常に重要な要素。絵画的な映像評価ですね。これ、そら。あのね、さっきまでコント空間だったんだよ。コントだし、メロドラマだし、社会問題まで扱ってたんだよ。それなのに急に、夢みたいなシーンになるんだよ。ファンタジー。ファンタジーなんだよ。これを強引につなげるの。天才的なんだよ、本当に。探偵ものとは思えない。思えない。まあ、例えばこの、左。これ、そう。これ、ブラックロッジっていう、あの、主人公のクーパー捜査官の夢の中に出てくるシーンなんだけど、もう、夢と現実の狭間、あの世とこの世の狭間みたいな、なんか、なんだよ、ムンクさんの絵を見てるかのような、すごい幻想的な空間にいきなり連れてこられるんだよね。だから、頭くるっかしてくんだよ、本当に。これを実写で成功させるのは非常に難しい。本当にセンスがいると思う。で、しかも、その前にやってんのは、モダンホラーだからね。日常描写なんだよ。こんなん入ってこないよ、普通。無茶だよ、こんなん。入れられないよ、こんなの。で、しかもこのね、部屋の中に馬が現れる。透けてる。しかもこれ何なのか説明されないからね。そう、されない、されない。これは確かに難しい、実写では。ただし、漫画だったらなんとかなるんだよ。まだ絵で描けるから。で、日常描写も絵で描いてるから、夢描写も同じビジュアルの絵で描けば、なんとか繋がってるに見える。だから、ツインピークスは非常に漫画と相性がいい。漫画アニメと相性がいい。まあ、こういうね、リンチ先生お得意の、こういう狭間表現って俺は呼んでんだけど、荒木先生も、この4部の中ではバッチリ入れてます。これです。はい。ああ、なるほど。コンビニの隣にある振り返ってはいけない小道。というところで、これ向こう側です。で、しかも、コンビニとドラッグストアっていう、もう現実感の日常性の塊でしかないところの狭間にあるっていうんだよ、この人。決めてます。完全にやってます、これは。これぞモダンホラーだ。モダンホラーです、これが。モダンホラーっていうか、これぞデビッド・リンチって感じ。つまり、この4部っていうのは、何がすごいかっていうと、ホラーの帝王スティーブン・キングとカルトの帝王デビッド・リンチを少年漫画の中にやっちゃったんだよ、もう。すごいよね。いかれてますよ。これ多分、新人がこれ持ってきたら、編集部にふざけんなって言われる案件だよ、これ。だよね。持ってくるたち違うぞって。持ってくるたち違えよって言ってて。お前、ここガロだと思う。ガロだと思うんだよ、ただし、荒木博彦はこれを少年漫画の中に取り入れて、そして少年漫画として成功させたんだよ。天才です、マジで。すごいな。はい。で、この成功っていうのは、後世にものすごく影響を与えてる。もう、
パッて思いつかむだけで、まずこれ。おお、はいはいはい。角野浩平のブギーポップは笑わない。だし、あと西尾維新作品、全般そうだね、この人はね、もうね。で、もちろん、彼も入ってます。なるほどね。ナスキノコも入ってます。これは、特にノベル系とかに、ノベル系とかのサブカルチャーにものすごくよく影響を与えてて、まあなんでノベルなのかって言ったら、そりゃそうだよな。スティーブン・キングなんだ、元が。そうだね。元がキングなんだから、それは、ノベル系の影響を受けるかなと思うんだよ。で、小説だけじゃないですよ。もちろんこれも影響受けてます。いや、完全に影響受けてますね。ペルソナですよ、もう完全に。ペルソナ96年です、第1作目。で、特に3以降はこの気が強くなる。本当に強くなる。もう、ペルソナは確信反転期で、まずもうペルソナがスタンドなんだよ。明らかに。スタンドなんだよ。スタンドなんだよ。で、もっと言うと、このペルソナのクリエイターたちはこう思ってますよ。荒木さんと。あなた、何を元ネタにしたのか俺ら分かってますからねっていうのを、この人たちは分かってます。絶対に革新的に思ってます。これですよ。ベルベットルームっていうのが作品の中で出てきます、ベルソンの中では。ここにいる人間がまず、小さい小人に美人なんだよ。小さい小人に美人なんだよ。そして、ベルベットルームなんだよ。ブルーベルベットなんだよ。そういうことなんだよ。お前、リンチから持ってきてるだろ、知ってんからそれぐらいっていうことを、もう、この、ペルソナ人たちはもう完全にやってますね。すごいよね。もう、まんまじゃん。まんまですね、これは。わかるでしょ？これはもう分かったからっつって言って、みんな分かるでしょ？もう笑ってよ、みたいな感じですよ、うんうん。なるほどね。いいですね。この辺りからやっぱり敵役っていうのが変わってきてて、うん、その前は世界の帝王になるとかっていう話なんだけど、うん、4部からは私は平穏な暮らしが送りたいだけなんだって言って、キラさんはそうですね、キラさんはそうなんで、で敵役もそうなら主人公もそう、うん、大きな目的からミニマムな目的に変わってんだ、明らかに。丈太郎だったら先祖からの因縁を解くとか、そのためにディオンを倒すとか言ったんだよ。世界を股にかけてね、エジプトに行くぞって言ってたんだよ。バーンバーンっつって言って、ジョースケは違いますよ、街から出ない。俺がこの街を守りますよ、じいちゃんの代わりにって言って、小さい目的が時系団みたいな、時系団じゃん、半期10キロじゃん。これさ、無謀に見えるんだけど、ただ当時を考えると合ってる。なぜなら92年93年94年95年って言ったら、もうバブルが崩壊しますよ、どん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 。エヴァンゲリオンがとってもいい例。はいはいはい。あれ何の話してるかって言うと、もう新宿の話をしてるんだよ。ミニマムなんで、世界が。だから、どん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 ミニマムになってきてる世界の中で、少年少女たちが、うわーって熱狂してると。早すぎだよ、ヒロ。もう、3年前にやってたよ、もう。センスがいい。いいね。っていうところの、そのなんかね、着眼点の付け方がうまいですね。荒木さんもすごいね、時代を見てると思う。なるほど。と、まぁ、あ、こんな感じでね、はい、時代の追い風がものすごく吹いていたんです、荒木さん。なんだけど、ジャンプの追い風が吹いてなかった。なるほど。この時ね、実はジャンプ黄金期です。あ、すごい人ばっかりですね。そうだね、その頃黄金期。650万部、はい、最高の。はい、に、行った時にやってたのが4部です。そう。で、まあ、もう、本当に、なんていうのかな、王道少年漫画ばっかなんだよ、この時期って。で、その中で、太刀打ちしていこうと思った時に、うん、やっぱりモダンホラーでは、動きとかアクションが少なすぎるんで、どう考えたら。で、いくらスタンドっていう、もう、俺、多分世界最高峰のアイデアだと思うんで、世界最高峰のアイデアを使ったとしても、このままやってしまうと失敗してしまうって、荒木さんは絶対分かってたと思う。だからこそ、もう、いろんな、工夫をしてる、だって当時の黄金期ってどういう時代なのかっていうと、日本漫画産業史上最高のビッグビジネスウェーブなんだよ。ビッグウェーブなんだよ。ここで読者を獲得すればもう売れに売れまくると。ただできなかったら、一回つまずいちゃったらもう全部荒波に飲み込まれちゃう。おお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 おめちゃめちゃ工夫してます、この4部。で、もう涙が出てくるぐらいの工夫をしてます。もう俺実際泣いてました。すごいな。荒木さんと、めちゃめちゃ戦ってるじゃんと。2部よりも見えた。工夫に関しては。っていうのを、次回話していきましょう。はい。ということでした。時はバトル。ということで、はい、この動画を見て、私は、
四部が大好きですという方はグッドボタン、入手登録よろしくお願いします。